こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの川ちゃんと同じくイヤホンのまるちゃんです。はい、ということで、はい、ちょっと聞いてくださいよ。はい、どうしたんですか。あのシャンリンさんから、はい、なんかすっげーでかい箱が届いてるんですけど、はい、ちょっと持ってきてもいいですか。いいっすよ、はい。これめっちゃでかい箱届いてるんですよ、これ。いや、おかしい。これ何これ。でかい。何頼んだの。そうプチプチにくるまれてすごいやってきたんですけど、頑丈ですね、これは。これなんかシャンリン製品のカートンですか。これたくさん入ってるんですか。違うんすよ、はい、この箱の中製品1個しか入ってない。1個ですか。そう、めっちゃでかいんですか。そうそう、ね、なんか在庫もなんか在庫間違って持ってきはったんかな、ね、なんか違うらしくて。違うんですね。そうそう、1つの製品しか入ってないみたいです、はい、ちょっとこれ早速じゃあ開封してみましょうかね。はい、はい、ちょっとこれ開けてみるよ。これもう開けてください。何が入ってる。これね、これすごくない。これすごいですね。寄付かな思います。何やろこれ。何見てこれ。チェックしていこうぜ。チェックしていきましょう、はい、とりあえずこれなんか、はい、ラップトップメタルホルダー。これスタンド的なやつ。あーなんかもうケースギョーギョーしいよ。ケースがすごい。すごい。何これ。すごい。何これ。かっこいい。ちゃんと音がついてる子ねえ。ヘッドホンこんな感じ。ヘッドホンかなこれ。あれ何やろうなこれ。結構なんか取引みたいな。取引やばい。これ初めて。これ何アンプ。アンプですか。あ、薄いでも。あえ、アンプ。うわうわうわちょっと待ってみて。ワクワク。あ、すごいすごい。うわ、なんかいろいろ。いろいろ入ってますね、うん、え、鍵入ってるよ。あ、すごいですね。あ、ケースの。ケースの鍵。おー、今までケースの鍵入ってるオーディオ製品ありました。あ、まだないです。盗難防止用やん。盗難防止ですね。USB、はいはいはい、Type-C のケーブルがついてるよ、うん、謎の金属パーツ。何ですかこれは。謎の金属パーツがはいはい、ドライバーついてますね。なんでついてるんだ。なんで先っちょもね、いろいろなんか取り替えられるみたいな。いろいろあるんですね。そう、いろいろあるみたいで。おお。吸盤もついてる。ほんとですね。え、吸盤。吸盤なんかガイドがついてる。あ、ね、白い箱も。ええ、いかつい電源ケーブルが。ケーブルがね、はい、あ、まあ、ここ電源ね。なるほどですね、はい、今回はですね、この据え置きアンプシャンリン M30 をご紹介していきます。でも据え置きじゃないんですよ、実は、はい、違うんですか。これ据え置きですよ。これ実はバッテリー入ってて、はい、持ち運びができる。え、いらないですか。そうそう、電源が。一応プレイヤープレイヤーポータブルオーディオプレイ。そう、でなんか中も OS もなんか Android ベースの OS を搭載した立派な、はい、DAP とのことなんで、ですか、はい、はい、もうこんな感じでもう簡単にポータブルですよ。そんな感じでこうお茶昔言いましたよね、同じ家製で。そう、お茶込みができる立派なラップということで、こちらちょっとね、シャンリン M30 をご紹介していこうと思います。はい、なんかシャンリンといえばですね、あの地下っていうとこうお求めやすい価格の、確かに、はい、製品が多いですよね、うん、はい、一番高いダップって何本ぐらいやったっけ。大体10万ぐらい。そうですね、そこ10万ぐらい、はいはい、ってことはまあその例にその漏れずね、はい、こちらの M30 を、はい、お安いんでしょ。44万9900円です。高え。高、単車買えるやん。めっちゃ高いやん。いきなりもう45万近い製品をドーンと出してきたわけですね。はい、そうなんです、はい。まあ、ただそのお値段にこう見合ったこうスペックと驚きの機能が搭載されてるんです、はい、はい、なので今回それをねしっかりとお伝えしていきたいなと思います。思います、はい、あの他の DAP にないこうユニークな機能として、はい、あの M30 はですねモジュールの付け替えに対応しております。でもそんな他の DAP もついてるやん、あのと思うじゃないですか、ね、はい、あのしかし5つのモジュールを自由に交換ができるんです。1個だけじゃなくて。そうなんです。5個。まず一つ目がですね、はい、このプレイヤーモジュールっていうこのスクリーンが、はい、変えれるんです。ここ、ね、はい、そうなんです、ね、それ取れちゃうんですよ、ね、はい、えー、はい、それも変えれる。これ変えてどうすんのって話。はい、なんか進化するんやろうね。はい、そうなんです。で、次が？あとは DAC モジュール。これかな。そうですね、DAC も取り替えれる。あ、それいいね。めっちゃいいですね、うん、はい、あとはその真空管がね、実は入っております。あ、そうなんや。はい、これか。そうです、これか。そちらですね、はい、はい、チューブ出力モジュール、ね、これも変えれると。これも変えれます、はい、はい、で、最後がバッテリー。あ、これか。はい、バッテリー変えれるんだよ。そうなんですよ。じゃあもうほぼこう心臓部分になった部分が、はい、いろいろ変えれるということで。なんかあれやね、カスタムロボみたいな64の。そうです。
確かに。そうなんや。はい。だからここまで、うん、カスタムできる内容はすごい、あの組み合わせ無限大にこう広がりそうな。そうね。そうね。そこまで変えれるんやったら。はい。はい、とても珍しいですけど。いろいろね。まあ現状発売されてないけど、今後発売、うん、予定と。はい。いう形で、はい。そうなんです。はい。じゃあちょっとさ、これ今からさ、はい、全部モジュール外してさ、バラバラにしてみようぜ。してみたいです。はい。ということでちょっとじゃあバラバラにしてみようか。はい。はい。シャンリーネーム30をバラバラにしていこうと思います。しちゃいましょう、はい、これちょっとマニュアルにさあやり方が載ってるんですよ。素晴らしい、優しい、はい、H3 の六角ドライバーを使って底面モジュールから2つの固定用ネジを取り外します。このネジを取り外すっちゅうわけやね、最初ね、はい、くれてるわ。ネジなくしたがからね、はい、そうですね、替えのネジで、次、こっからガバッとこのユニットを取り外すんですけど、はい、これね、これがね、どうやってやるかっていうとね、うんうん、この謎パーツ、あーこれ使って取り外すらしいんですよね、はい、こうくっつけるわけですよ、はい、うんうん、こんな感じで、あーそうそうそう、おーすごーい、取れた。あ、簡単に取れる、簡単に取れる、うん、これ、下のがこれアンプモジュール、アンプモジュールですね。で、これがアンプなんやね、ね、そう、こんな感じでもこの端子でつながってるんよね。なるほど、なるほど。次じゃあバッテリーモジュールを取り外していくよ。はい、はい、おお、電池が刺さってる、電池ありますね、これはバッテリーモジュールです。はい、はい、あ一番気になってた、そう、この2つ、はい、どうやって2つの取り外し方なんやけど、これマイナスのネジがついてるんで、はい、マイナスドライバーに変えます。はい、はい、ネジがついてると、はい、はい、はい、取れました、取れました。でそっからどうするかっていうと、どうするんですか、この付属してる、あそう、その吸盤、この吸盤を、くっつけて、でそんな使い方が、引っ張ると、あ、おお、すごい、これそのガンダップユニット、プレイヤーユニットが画面のところで、ね、そう、外れました。はい、はい、ダックのところもつけて、うん、こんな感じで、はい、デジタルアナログコンバータユニットが外れました。はい、はい、YouTube が搭載するチューブモジュールもこれ外れるんで、うん、ちょっと外してみようか。ネジがあるんですよ、はい、ここ見えにくいかな、ちょっと待ってこれで、このチューブモジュール外れるんですけど、うん、サンプルさ、なんか H3 のが2個ついちゃって、これ外せないっす、うんうん、はい、なんでまあこの四隅のこのドライバーを外せばこれも外れるっていうわけですね。はい、はい、まあそんな感じで、まあちょっとバラバラになりました、はい、すごい、はい、楽しいね、楽しいですね、はい、これワクワクしますね、はい、そうかね、はい、そんな感じです。はい、はい、聞いてみよっかな、今から、はい、すげーやば、圧倒的やね、やっぱどうですか、長時間こちら聞かせてもらったんですけど、はい、M30 音の透明感がマジで圧倒的すぎて、そうなんです、今まで聞いてきた DAP の中ではもう間違いなくトップクラスのクオリティです。はい、はい、で音の純度がもうね、高すぎ、うんうんうん、性能感がすごい高いですね。はい、はい、でも生楽器とかさ、もうほんとリアルすぎてさ、うん、もう目の前になってるみたいな感覚、うんうんうん、やっぱ音場は、はい、めちゃくちゃ広いっていう感じではないんで、うん、ないかなと私はちょっと思ったんですけど、うんうん、ね、はい、ただ各音域のこう輪郭がすごいはっきりしてるので、うん、音の定義感は分かりやすい、分かりやすい、どこで鳴ってるかめっちゃ分かりやすい、そうなんですよ、クリアやからやっぱ、そう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 、一音一音を丁寧にこう耳に届けてくれるような、うん、そんな印象ですね、うん、どんな楽曲でもこう裏切らないというか、なるほど、全てどんな楽曲でも裏切らない、もう全て感動できる、なるほど、これはちょっとなんか難しいですね、聞いたことないというか、うん、すごい素晴らしい音ですね、うん、はい、うん、ウッドベースの表現とかね、すごすぎてマジで鳥肌が立つレベルでした、うんうん、はい、で、あの原因設定がこう4種類あるんですけども、うん、まあ、聞くイヤホンやヘッドホンによってこう細かくパワー調節ができるところもすごい良くて、うん、あの鳴らすことが難しいこちらのですね、平面駆動型の出た、そう、こちらハイファイマンの、はい、こちら HE1000、うん、でこちらやっぱ早速聞いてみたんですけども、うん、あのロー、ミッド、ハイ、ターボ、ターボゲイン、うん、はい、一番
一番強いターボゲインで、はい、まあ、半分ぐらい、半分ぐらいで、そうですね。ああ、じゃあもう駆動力は申し分ないと。申し分ないですね。なるほど、十分満足できるスペースでした、うん、はい。逆になんかその感度の高いさイヤホンで聞いてもさ、ホワイトノイズが全然ないのがね、うん、素晴らしいと思った、はい、僕は。そうですね、うん、なんで本当にBA の感度の高いイヤホンからこういう超鳴らしにくい平面駆動のヘッドホンまで何でもいけちゃうと、何でももう素晴らしい音質で聞けるという製品になっております。こちらの製品は真空管モードに切り替えて音が聞けるということなんですけども、まあ、通常のトランジスタモードと比べて真空管の YouTube のモードはどうでした？なんかチューブの音はすごい音が柔らかく、ちょっとそうだね、なってますね、はい、うん、で広域のツヤ感がすごい増したなっていう感じがして、なんかそのバイオリンの響きとかよりこう有機的な感じになって、はい、はい、響きがね、響きが美しくそうです、ね、なります。はい、ボーカルとかもだからすごいもう綺麗に、あ、そうね、はい、肉感が増すというか、でもめっちゃクリアよね。やっぱベースとしては M30 の音があるから、そうですね、ベースが透明度若干、そうやっぱ温かみというか、うん、うん、肉感が分かりやすくなるというか、まあ、はい、そんな感じ感じですね、はい、なんでまあ楽曲によっていろいろ切り替えて楽しめるっていうのはすごい楽しいですよね。めちゃくちゃ楽しかったです、はい、ずっと聴いてられる、はい、次は本体チェックしていきましょうか。していきましょう。ところでさ、はい、端子の数さ、はい、やばくない？やばいですね。めっちゃ悪くない？はい、から順にこれが、はい、左からこのヘッドホン用の XLR の4ピンのバランス出力、はい、はい、これがと 4.4mm バランス、うん、2.5mm もついてる。そうなんです。2.5mm バランスもあります。あと 3.5mm のバランスもついてるのこれ。そうなんですよ。珍しい。はい、珍しいね。はい、でシングルエンドがこちらが、はい、上から 3.5mm と、はい、6.3mm。もうあれやね。この世にあるありとあらゆる出力端子、はい、大体いけちゃうっていう。全部いけちゃいますという。すごいな、はい。とりあえずもうあれやでかいし全部つけとけやみたいな。つけとこうやみたいな感じの、なんかあれなんやろね。ね、はい、でこれ裏感もまたやばいよこれ。そう。見てこれ。裏がやばい、やばこれ、はい、拡張性がすごいね、はい、何でもいけますね、はい、っていう感じで、はい、あ、これ何アナログ入力もできんの？そうなんですよ、RCA の入力出力、あ、そうなんや、はい、でそっからまたあのアンプを通して、うんうん、プレイヤーに今までそういうのあったっていうね、聞いたことない、ね、聞いたことない、はい、で、これが RCA の出力と、はい、まあ、強気のアンプとかにつなげやすいこのね、うん、XLR のバランス出力、はい、ランタン子もついてる。そうなんですよ、有線LANコネクタもついてます、そうなんや、はい、が、ファイル転送用で、はい、で、このエスミ端子が、外部ストレージとの接続用、あ、はい、そうなんじゃ、これあのハードディスクとかもつなげれるってこと、うんうん、外付けの、外付けやべえな、はい、はい、で、これが USB のオーディオスルー、あ、デジタルアウトもできるってこと、アウトもできちゃう、へえ、すげえな、じゃあこっからまた DAC につなげるっていう回りくどいこともできると、USB B もついて、これはあの本製品、これを、USB DAC として使うときに使う端子、うんうん、USB だけど4つついてるってやばいな、はい、めちゃくちゃついてます、やべえ、光軸デジタル入力もついてると、うんうん、光デジタル入力もついてると、そう、まあ、ここまでね、入出力端子が豊富な DAC あまりないっすよね、聞いたことないですよ、ネットワークオーディオプレイヤーと超高品位な、うん、DAC と、うん、アンプと、うん、ね、合体してこの値段はまあね、ちょっと納得できちゃうかもしれないですね、うん、はい、はい、でまず DAC チップですね、 AK4497 のデュアル DAC になります、うん、はい、でこっちでついてるね、真空管ね、こちらが、コルグの真空管ニューチューブが、はい、搭載されてるんですけど、あ、空きスロットがあるわけですよ、はい、ここエンプティモジュールがね、あるんで、はい、なんかね、またなんかその別売りで発売されたらここにもブスッとこう入れれるっちゅう、はい、なってますんで、もう楽しみですね、楽しみですね、ね、はい、はい、で、まあその中にはトランジスターと真空管が搭載されてるんで、まあ気分によってその真空管を使うかトランジスターを使うかこうパッと切り替えてて楽しむっていうことができるっていうわけですね、はい、はい、まあそのバッテリー、これバッテリー駆動なんですよ、はい、なんでこれその何外部電源のみにしやんかったっていうと、うん、バッテリーってすごいノイズが少なくて、あ、そうで、オーディオってあの電源の品質がすごい大事じゃないですか、そうですね、はい、なんで、まあ、究極の音質を実現するためにあえてでかいバッテリーを乗せて、うん、バッテリー駆動に対応したっちゅうわけですね、はい、はい、電源入れてみようかな、これ電源どうやって入れるのこれ、なんか押せばいい、そう、押すよ、押すよ、はい、あ、おー、 Android ベースの音質を採用してるんで、はい、そうですね、なんかいろいろストリーミングに対応してると、はい、Bluetooth 接続にも対応してて、そうなんです、採用コーデックは LDAC、はい、LHDC、はい、AptX HD と、まあ、そのハイレゾーのね、ハイレゾーの Bluetooth コーデックにも対応してるっていう、対応してるということ、以上、シャンリン M30 の
ご紹介でございました、はい、なんかキアモノ系の製品かと思いきやかなり真面目に作り込まれた製品で、はい、そのモジュール交換可能なユニークな機能と圧倒的な音質、はいね、で豊富なニュース録端子、はい、でやばい拡張性、はい、すごい究極のねオールインワン、もう究極なんちゃいますかこちらは。それではイヤホンヘッドホン専門店イーヤホンのまるちゃんとこうちゃんがお送りいたしました。はい、よろしければ、Twitter フォローと高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様さよなら。